浜那須展望台の城港は、秋田県の城市にある港湾で、米城川川口に位置する。港湾管理者は、秋田県、重要港湾に指定されている。野城火力発電所が隣接する。野城港の歴史は、秋田県内でも最も古く、658年、古市国主、安倍平夫が、軍船180隻を引いて、 江戸征伐のため、主路に上陸したのが記録上の書室である。また俗日本記には、公認天皇の宝記念館に、渤海の指針一番三百354人が船10隻に、海苔の白港に着いたことが記録されている。記録には、俗地とされている。1611年に、佐竹義信によって、久保田藩北部の物資集積地として、 林木樹艦場所が設置されると、日本海の要港として北前船による交易が盛んとなった。明治期には秋田杉の輸送拠点として大いに発展したが、加工としては土砂の堆積が進み、大型船が入港できないこともあって停滞することとなった。戦後、港の整備が進められ1981年に重要港湾に2006年にリサイクルポートに、 指定された。今日では主に石炭の輸入が貨物取扱い量の大きな割合を占める。また、県内外の釣り人に釣り場として利用されている。秋田県港湾管理者データ国土交通省東北地方整備局秋田港湾事務所、続日本紀、放棄2年6月27日上ふるさと小気候、の白市、浜那須展望台地域を一望、憩いの場、 秋田伊佐尾新報電子版 AB、報道発表資料、洋上風力発電の基地となる港湾を発指定、国土交通省、www.mlit.go.jp、2021年8月7日閲覧、ありがとうございます。